that shit, get that shit from the place. Get that shit from the place. Get that shit, get that shit, get that shit. Twerk for the beer. 皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。イースのシャックです。皆さん、元気だといいな。今日はですね、グループの前はミストフォーチュヌですね。でも、曲の名前は忘れ、全然、あ、オッケー。リュウギュジョっていう、騎士で、ミスターフォーチュンっていう曲ですね。はい。オッケー、わかった。なんか、一回だけ、他の曲、リアクション作ってたけど、その曲が大好きと思った。そして、今回も、見て楽しみです。でも、そのグループ、竜合城ですね。竜合城。そう、リュウギュジョってこと、忘れちゃった。あ、そして、ちょっと、なんかいいと思いますけど、なんか今回は、うまいかどうか知らない。そして、みたいです。はい。見ましょう、みんな。音は少しなら、YouTube、YouTube のせいで、なんか、時々、怖い。字幕ない。なんか、字幕必要ないですけど、なんか、俺は、話すから、時々なんか言いたいことを考えてるながらちゃんと曲聞いてることが難しい。あ、イカゲームみたいですか。ミスターフォーチュン、ちょっと怖い曲。なんか、まるで、なんか、エカゲームとか、ホラー映画みたいな。えい、あ、あ、わ、えい、若そう。ルギージョ、若そう。何歳からですか？ああ、今年ですね、あ、怖い。ダメ。それは鬼ってこと。鬼のこと。はい、今年について、私バンドがいっぱいですよね。すごいよ。わー。弁当。他の人は、なんか、お母さんとかの作った弁当は。えい。その弁当は最高だね。わー、動画は怖いよ。何これ。みんな声うまいよ。いいな。オッケー。レンジャル。でも、なんか、リギュージョが、普通のバンド、違うですね。なんか K-POP っぽいの J-POP バンドじゃないです。自分のスタイルある。すごい。怖かったけど、本当に楽しかった。そう、なんか、
流儀女のスタイルが、違うと思います。なんか、最近、BE:FIRST とか、なんか BE:FIRST は、なんか自分のスタイルもあります。で、なんかその、流儀女のスタイルが、多分、その、動画だっけですけど、なんか、自分のスタイル見える。竜宮城の自分のスタイル見えるから、楽しかったと思います。でも、皆さん何と思いますか？竜宮城の、おすすめ、教えてください。一番、うまい曲は何ですか？教えてください。でも、LIKE ボタンとして、チャンネル登録しながら、なんで、チャンネル登録してください。ただ、俺はエースの食器です。キバプレイズでーす。見てありがとう。じゃあ。